はい、今回は工作動画です、ご興味のある方は限られると思うんですが、よかったらどうぞ。前回、2つのメスティンを使って調理をした際にどうしても取っ手が欲しいなと思ったので、ちょっと簡単なものをですねつけてみようと思います。このダイソーのメスティン 1.5 号炊き880円のやつですね、こちらの方にまずはつけていこうと思います。で取っ手なんですけど、ですね、まあ邪魔にならないもので、これがいいかなと。三角吊り金具、8個入りで、多分200円もしなかったと思うんですけど、あの DCM 系のホームセンターで買ってきました。サイズがですね一番大きい15っていうやつを買ってます。はい、でこちらを使って、起きたり寝たりするので、邪魔にならない取っ手になるかなという感じですね。まあこの取っ手をですね、何か、で掴んで持ち上げるか、まあ、手ではちょっと熱いと思うんで、そのあたりはまた使いながら泳いでるんですけど、まあ場所をですね、蓋の真ん中につけるか端につけるか悩んだんですけど、2つの理由からですね、この今つけてるような端っこの方につけることにしました。まあ、一つはですね、外した蓋をよくどっかに吊るしときたいことがあってですね、なんか置いとくと、場所を取って邪魔ですし、台の上に何て言うんですかね、あると何かこうアウトドアだとですね虫が入ったりとか嫌ですし、重ねるとまた蓋の裏の水蒸気なんかが、他のものを汚すので嫌だし、まあ、吊るしたいなと思って端の方につけたいと。あともう一つはこのメスティンの蓋をですね、フライパンのような形で使うこともあるかもしれないと思ってですね、だったら真ん中につけるよりは端の方が邪魔にならないかなという感じです。はい、でこの釣り金具の、持つ部分がなんか、自由に動くのはですねあまり好ましくないので、ちょっとペンチでつまんでやって固定するようにしました。こんな感じですね。これだったら一度起こしておいたら、まあ力を加えない限りは起きたままですので、いいんではないかなと。いざという時にパッとこう蓋をつまみやすいんじゃないかなと思いました。で穴を開ける位置ですね、もうすでに、どの場所に開けようかなという時にいろいろ考えて黒いマジックで点を打ってるんですけど、この三角吊り金具が伸ばした時にちょうど引っ掛けれるように蓋から外に出るような場所で、しかもまあ中央でということで場所を決めました。でこれアルミなので、先ほどセリアの切りでちょっとグリグリってやっただけですね、もう裏側にこうちょっとこうくぼみができるような感じなんです。なんで柔らかいんでですね、もしかしたら三つ目の切りなんかを使えば切りでも普通に穴開いちゃうと思うんですけど、今回はですねちょっと穴の径をどれぐらいにしたいかっていうこともあったので、一応ドリルを使って慎重にやってみようかなと思います。ちょっと映ってないですけどね、はい、こんな感じですね。この細い切りでも何回か力を加えるともう裏側に貫通しそうな雰囲気にはなります。止めるのがですねアルミの蓋なので、アルミのリベットでやると、まあ、いいかなと思って、でドリルはリベットの直径が3ミリなので 3.2 ミリのもので開けてみようと思いました。電動ドリルですね。はい、もうこんな感じで、もう極めて簡単に開きます。アルミはもともと柔らかいんでですね、本当に切りなんかでももしかしたらできると思うんですけど、まあドリルの方が穴の縁が綺麗にというかいいんじゃないかなと思いますね。でリベットですね、前回使ったリベット40個ぐらい入って100円ちょっとだったと思うんですけど、あとなんか39個とか残ってますので、それを使って、止めます。前回はリベット何使ったんだったかな、これ、何かの工作動画で使った残りですね。いつもいろいろ
作ってるのでちょっと記憶が定かじゃないんですが、でリベットを叩いてかしめるんですけど、ちょっとアルミの蓋が傷ついたらいけないので、このデニム地のなんか歯切れとかで当て布をして今やってます。こんな感じですね。ちょっとアンビルみたいな金床がないからですね、原動の上に置いてやってるんですけど、はい、ちょっとデニムが邪魔だったのでもう外して傷つかないようにちょっと慎重にやりました。いいですね。もう固定されました。こんな感じでですね、アルミの蓋にアルミのリベット止めですので、錆とかも生じないですし、いいんじゃないかと思います。ちなみに水を入れてもですね、漏ることはなかったので、そのリベットの直径3ミリに対して 3.2 ミリの穴を開けて、でしっかりとこう金槌で始めてやれば、普通のリベット止めですね、メスティンのハンドルを固定しているリベットとほぼ同じような感じで使えると思います。でこんな感じなので吊るすこともできますし、ちょうどいいかなと思いました。でまあまあこれでももう使用できる状態なんですけど、ちょっとやりだすとですね、よりこう綺麗に仕上げたくて、少しでもこう飛び出しているのが薄い方がいいかなと思って、特に裏側、フライパンとして使う可能性があるんだったらと思って、ギリギリまで頭を潰して薄くしてます。やりすぎると外れちゃうんでですね、このあたりは多少慣れが必要かと思います。あとこれも必要ないんですけど、ちょっと触った時に出っ張ってたので、このあたりはですね、必要ないといえば必要ないんですけど、この一手間というほどの手間でもないです。もう 0.1 手間ぐらいなんですけど、これやっといた方が指で触っても滑らかな感じでいいので、私の場合はよくこういうふうにします。もうこれはちょっとこだわりすぎですねもういいと思うんですけど、もう限界まで辛い位置に近い状態にしたいなと思ってやったということです。はい、これでレギュラーメスティンの方は完成ですね。で同じことをですね、昔買った小さい方のメスティン、1号炊きですかね、あちらの方にもやっとこうと思って、撮ってます。はい、ということでどうでしょうか、完成しました。硬さもちょうどいい感じですね。これだったら使いやすい蓋になるんではないかなと思います。これで、中型と小型のメスティン2つ揃いましたので、もちろん中に収まるのも問題はありません。このハンドルの部分の厚みのよりも低い位置にありますので邪魔にならない感じですね。はい、ということで動画は以上になりますが、この取っ手をつけたことで調理もしやすくなるんではないかなと思います。またこれからもいろいろメスティンの調理に挑戦していきたいと思います。